は深刻な問題ですな。どっか変であれ浮気することになっちゃうよ。厳しい厳しい厳しい。それはゆうのこれからこれからシーズン2。もういいんですか？まだ全然相談ごと乗れるんですけど。本当よね。うん。いいですね。もう一個ぐらいないんですか？ないんですか？東京都33歳会社員の方からのお悩みです。はい。1年お付き合いしている相手がいますが、付き合って3ヶ月頃からセックスレスになりました。何度か話し合ったものの、彼はもともと性欲がない、家族みたいに大切に思ってるとのこと。私も自分から誘う勇気はなく、そのまま1年が過ぎました。彼は結婚したいと言っていますが、私は結婚しても女として見てもらえず、ただ年を重ねていくなんて耐えられそうもなく、別れた方がいいかなと思っています。でも、レス以外に不満はなく、これさえ我慢すれば楽しい結婚生活が送れるのかなとも思い、別れを切り出せない状態です。それでもやっぱり結婚前ですでにレス状態なんてストレスが半端じゃないです。何かいい解決策はないでしょうか？元気なくなっちゃった感じ。これ難題を2つ今回。いや、これは深刻な問題ですな。これ何だったら一番深刻ですよね、うん、それ以外はいいんだもん。いや悲しい。まあどっか変であれレス以外のどっか変であれだったら納得できますよね。レスとこれってなったら。そうね、レスともう一個あったら、ああ、もう次々なんですけど。ねえ。これどうする？ 3 ヶ月だしなっていう。でも、そもそも、そんなに、うん、なんていうのかしら、まぐわらない方もいらっしゃいますもんね。そう。なんかエーセクシュアルって言いますよね、今そういう。何ですか、教えていただいていいですか。なんか、私の解釈合ってるかわかんないですけど、好きな人とそのセックスをしたいっていう欲求がそこまでない方、うん、てか、ない方今増えてますね。そう、エーセクシュアルっていう、なんか、あるんですよね、その。私友達一人エーセクシュアルの子いて。うん、女の子女の子。まあ、その彼は外国の方なんですね。彼女は日本の方なんですけど、彼は求めてくるけど、自分はやっぱり興味がないからそういうことしたくないっていうので、うん、ずっと断ってたら、やっぱり彼がさすがに辛いと、好きだからしたいんだと、うん、そうだし、まあ、体のこともあるし、で彼が本当に君のことを愛してるけど、やっぱ体的に辛いからオープンリレーションシップにしてくれないかっていう提案をしたみたいで、最初彼女すごい辛かったみたいなんですよ、うん、みたいな、なんか考えられない、そんな他の人とそのセックスするなんてって思ってたんだけど、彼女も彼女で、でも私がしないことによってその彼を傷つけてしまってるっていうところで、でもう2人本当ソウルメイトみたいな感じなんですよ、うん、なので彼女が OK して、で OK したことによってお互いより深く、なんて言うんだろう、なったんですよね、関係性が。やっぱ彼も、あ、なんかその受け入れてくれたっていうか、自分のことを受け入れてくれたっていうこともあるし、彼女もやっぱりその、まあ、愛を再認識したっていうんですかね、これを傷つけてしまうぐらいならちょっと辛いけどいいよっていうふうに、まあ、お互いこう開いた状態になったら、さらにそのお互いの関係性がより深くなって、またそのちょこちょこするようにもなったっていう話を聞いた時に、ほーって思いました。だからなんかこう、そういうこともあるんだなっていうか、だから、まあ、それは彼女の気持ち次第ですけど、他の人とそういうことしたいっていう気持ちがないのであれば、それはワークしませんけど、例えば体だけはオープンにして、で心はみたいなことが彼女の中で腑に落ちるのであれば、なんかまあなくはないのかな。でも、まあ、彼女次第ですよね、それは。そうだね、日本人だよね、男の人きっと。そうですね、何も日本の男が、そうだな、オープンリレーションシップ、自分がならまだしも、彼女が、うん、自分でレスなくせに嫌がるよね、絶対。可能性はすごく大ですね。でもその男の子がその、
なんとかエーセクシャル、エーセクシャルみたいに本当にそういう感じ、うん、だったら考えるかもしれないよね、うん、だ僕のせいでって。ある番組に出た時に女性用風俗を経営されてるうちの一人の女性の方がいて、うん、でその方はあの彼がいらっしゃるんですけど、うん、で彼とまあそういうセックスレスになってしまってるんですって。で、まあ、それで彼にまあ了承を得て、まあ、それこそオープニングレシピみたいな形で、まあ、その自分の仕事も含めてですけど、うん、他の方とまあそういう関係持ってることをまあ彼は認めてくれていた。でその番組でその彼にちょっと電話をして、うん、すごい失礼な話なんですけど電話をしてそのぶっちゃけどうなのかっていうことを聞くっていう、うん、のがあってすごい気まずいんですけど嫌なんですけどそれって思いながら聞いたんですよ、うん、ぶっちゃけそのどうですかってその、うん、他の方と、そう他の方とそういう関係持たれてるのはって言ったら彼がいや僕はもう彼女は本当にすごくあの真面目で、あともう彼女のこと信じてるし彼女は絶対変な人と そういう関係を持たないっていうのも僕は分かっているから彼女があの幸せなら僕はそれでいいって言ったんですよ。で彼女それで泣き始めちゃって、あなんか本当によかった、なんか本当になんか私も彼のこと愛してるからなんか本当にそう思っててくれて、なんかすごいその言葉聞けて嬉しいみたいな感じになってて、なんかいろんな関係があんだなって、いるんだな、やっぱりちゃんと話したらね。そうだからやっぱそれは日本のカップルだったんです。海外の方の方がよりオープンじゃないですか、うん、なんか話し合うとか、うん、やっぱそういうことによりオープンだけど、でも日本の方でもいらっしゃる、いらっしゃるはいらっしゃる。そうなんだよね、話さないよね日本のカップルって。旅行どこ行くとかはすんげー喋んじゃんでもどっちか全然喋んなくない、なんかいいよ君が行きたいところでじゃあねえのよみたいなさ、まあ喋んないよね、本当は喋った方がいいんだけどね。わだってでも結婚してもしその今キコが話してくれたみたいないろんな話を2人でちゃんとできる2人なら、うん、ちゃんと話をして、話せないともう無理じゃないですかね。ね。やっぱこれ話せないと結構 きついから、もう正直ぶっちゃけ子供とかどうしますかっていうことも含め話して、じゃあこのまま、ね、レッスンで、ね、そうレッスンにレッスンなのであれば、じゃあ私はそういう自由な選択肢は持っていいんですか、認めてくれますか、彼女自身はそれに対して納得できるかっていうことも含めて、結局話あんまりしないで浮気することになっちゃうのよ。そう、ああ今日疲れてるんだよ、これドラマね疲れてんだよ、ちょっと後にしようかなとか言われて、うん、そうよねとか言ってたら子供の、うん、サッカーコーチとかやばコーチどうしたんですか、元気ないですね、マサル君のお母さんすいません、なんかちょっと疲れちゃってなんつって、うん、そういう風になっちゃうの。そうなっちゃう、だからそうじゃなくて、そうちゃんと夫婦のことだから、本当は、うん、夫婦で話せるならコミュニケーションちゃんと取らないと気持ちもずれていきますよ、はい、あと結婚っていうもう話題が上がってるのであれば、もう結婚なんでこの会話できない状態で結婚に臨むっていうこと自体が恐ろしいですね、私にとっては。そう、あんまり話せなかったりしたら今後そんな何十年も連れ添っていくのは厳しいよね。厳しいと思います、だってもう、はい、厳しいっす、厳しいっす、厳しいっす、もうセックスレス超えの事件しか起こらないんですよ結婚って。そうじゃないですか、だから厳しいっす、厳しいっすね、キビース、キコ先輩からいただきます、キビースキビースちゃんと向き合ってくれるかどうかっていう、そこがないと結婚なんてもってのほか
全部なんかちょうどいい感じしてるかもしれないですけれども、もうちゃんと向き合ってくれて、君は何が不安なの、そうだよね僕そうだよねってちゃんと一緒の感じで話してくれる人じゃないと、うん、そう今後、うん、厳し、はい厳し、またなんかそれもし話してみて、うん、なんかこういう風に変わったとか、なんとオープンリレーションシップまでたどり着きましたとか教えてほしいです。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。紀子先生でした。ありがとうございます。遠距離プレイっていうことで、ね、別の部屋で LINE をしてよしよしみたいなダンスみたいな全てはコロナ。ちょっとご飯食べよう。もう食べたい。ちょっと秘密を見つけよう。